何やるんでちか。はい、今日何やるんでちか。先生、今日何やるんでちか。今日の授業はですね、先生、アインシュタインの授業がいい。4トラックのリニア、リニアモーターカーの4トラックやね。超連動、超連動の授業、マイスナ効果に関しての論文の発表会をしたいです。そんなもんお前ら、そんな幼稚園みたいな学校のやつやらんやろ、普通。そうですね、君たちには、はいはい、型にハマった大人になってもらいたくない。100点取れるだけが天才じゃないと思うよ。なるほど、先生側がそういうこと言ってくれるんや。ありがたい、ありがたい話ですわ。決められた答えにとらわれない、こういう才能、マジ大事です、今のにも。じゃあテストできないっすね。はい、ということでですね、じゃあこんなテストをしてやろうと。なるほど。ということで、じゃあ今日の企画、学生の天才珍解答、俺らの当てれる説。よーい、やけどみたいな感じ。つけたいけど、あの文部科学省という肩にはまったものではないと。ね、文部科学省から見たら、あの残念ないけど、YouTube 界から見たら、そういうことです。花丸ってこと、ね。花丸ってそういうことです。まあ、というわけでやっていきたいと思います。ないわよ、待って待って待って。知識を忘却の彼方へ。問題です。はい、問題、はい。次の英文を過去の文にしなさい。I live in Tokyo。 簡単だろこれ。できた。はい、花尾くん、過去 lives in Tokyo。 こうじゃん、こうじゃん。あ、なるほどね。過去の分、過去の分。確かに確かに。残念。おお、でも結構ね、いい線いってると思うよね。なんで L が面白いのかっていう方が気になってしまうよ、どうしても。確かに、ほんまや。なんで L が面白いんやろ。ほんまや。ほんまや。これわかんない。なんでや。なんで L が面白いんやろ。くしょ、硬い。この作文自体が硬いわけ。わかった。前の英文。次の英文を過去の文にするっていう。はいはい、だから次の英文は前の英文になったんじゃないか。子供って言えばこういうことや。そういうことやな、そういうことや、そういうことやな。ちょっと納得いく回答出えへんな。おい、レールにハマってるやつ。おい、ベキガン君レールにハマってんじゃん。納得いく回答出えへん。あ、わかった、わかったぞ、これ。俺絶対これや。もう決めるで、マジで。いいよ、どうぞ。アイリブイン江戸。正解。おっしゃー。なるほど、なるほど、なるほどね。アイリブイン江戸。おい、これ見るらしい。なるほどね、素晴らしいわ。いや、子供って素晴らしい。こういうことや。なるほど、素晴らしい。ということで、次の問題。はい。ガスバーナーを使い終えた後は何をするか。俺が子供やったらこう書きそう。棚に直す。ああ、いや、そう、確かに棚に直す。そういうことですね。はい、はい、消防局に終わりましたと一言一報入れる。ああ、なるほどね。いい回答じゃないか。めちゃめちゃ大層な感じ。いい回答、いい回答。次の日の学校からベルト2個つけて、俺にはネジ2つあるぞって主張する。調節、空気調節ネジ、ガス調節ネジ。下からやぞ、下から開けろよ。絶対友達おらんやん。就活で大阪ガス受けた時に、自分ガスバーナー得意でしたよって言う。大ガスね。うん、あ、それで言うと、今日のガス代俺払うで。ガスバーナー使えば先生に。学生のサークルみたいな、ね、大阪ガスでちょっと。それで言うと、あの、うちオール電化やねん。さっき、なんて言った電化の。さっき言ったの、ガス代俺払うわじゃない。電化正解。おー、すげえ。すげえ、時間差。ガス代を支払うです。あー、なるほど。おー、いや、すげえ。おー、なるほど。いや、でも大阪ガスって言われて、そっち方面。おー、すげえ。コンビプレイ、コンビプレイやった、今の。じゃあ、次の問題。はい。え、街を発展させるにはどんな街を作ると良いですか。あなたの考えを書きましょう。あ、わかった。はいはい。秋田小町をいっぱい作る。ああ、そういうことね。はいはいはい、わかるわかる。俺もそういう感じの回答考えてた今。うん、正解。うん、正解だ。マジで。え、一発。え、秋田小町を作る。いや、わかるわかる。俺もう今、マチで絶対これ来るなと思ったよ。あー、もでも田原町か秋田小町の二択で。次の問題。富国強兵政策に基づき、政府は1873年に一般から兵を徴収する令を発布した。これが、である。欧州兵柱の欄に近いんじゃん、これ。まあ逆やね、73と37が逆やけど。なるほど、徴兵令じゃん、これ自体は、多分。
ですね、答えは徴兵。これ自体は徴兵兵だと思うんだけど、あれの嫌な三兵。嫌な三兵。ゴロネ。ゴロネ。これほんまにこういう覚え方でしょ。いや、知らん。今適当に考えただけ。今じゃあクオリティ高いなお前。今考えただけよ、これ。これがヘイヘイヘイである。これ正解でいいやん、もう。これ正解までありますね。はい、これが後のお疲れいである。聴衆の意味は多分わからないな。これ書いたやつは兵はわかんねん。富国強兵はわからんよな、何か絶対。政府はわかると思うな。なめすぎ。政府はわかる。いやでもそういうことでしょ。いやそうですね。だって徴兵って多分俺でも知ってるってことは、ちょっとできる人はみんな答えれる問題なんじゃない。これどれが一番近いかって今ので。ないか。いや多分近いないな。ないか。まだちょっと違う見方をしなあかんね。そうだね、ちょっと違います。はいはい、これが大人の遊びである。大人遊び、これ遊びなんやな、これ。これが私の祖父の犯した過ちである。なかなか重い一族。重い一族。これがロビンの読み解いたポーネグリフ。なるほど。なるほどね。ポーネグリフ、じゃあめちゃくちゃ薄い内容やな。わかるわかる。これだけ、これだけ。空白の100年、結構なことあるけど。わかった。はい。前の分かった正答率 1% ないから。じゃあ多分過去データに戻すと。はい、これが精子と卵子の慣れの果てである。なるほどね。ありそう。まあでもこれやとてかちょっともう分からんな結構。これが逆に今までの3問よくってか、お前さっきよく一発で答え出したら。それな。もう来た小町のやつ。そうそうそう。一文字目みたいな。一文字目ね。一文字目した。一文字目したよ、俺も。俺も聞かなくて。一文字目した。はい。け。あ、分かった。これが、ケツメイシ、サクラである。なるほど。ありそう、ありそう、ありそう、ありそう。ケツメイシ、サクラ。一旦二文字目。一旦二文字目ね。二文字目。はい。一文字ずつ発表していこう。はい、はい、はい。うん、小さい、つ、こ、う。結構骨が折れる。もっと簡単な言葉なんじゃ。これが結構大変である。ほぼ正解です。あ、結構大変である。いや、これが結構辛いのである。あー、いやー、蜜蝋っぽいね。いや、これはだから、まあ、いけ。確かにな。あー、これはもう無理やな。よし、次当てたい。悔しい、これ、はい、次の問題。はい、自動車作りなどこれからの工業生産ではどんな開発が大切ですか。ニーズという言葉を使って書きましょう。はいはい、伝言くん。こちらです。ニーズという言葉を使ってます。ジャニーズの新たなライブセットの開発。そうよね、そうなるよね、はい、確かに。これ何点の回答ですか。それ80点ぐらい。マジで。ジャニーズやん。答えはですね、やったジャニーズと協力。すげえ、やったすげえ、やった。もう一発でジャニーズは強いわ。よしよし、お前も一発当てたから俺もよし、一発返しした。はい、次の問題。道路を使って文を一つ作りましょう。例題、昔読んだ童話を読み返す。なるほど。もうあれしかないんちゃう。そんな、まあ、お前がそれ書くってことは俺違う方向で、うん。もうすでに一心伝心してる。まずそれが思いつくよね。僕は今年30なのに童貞です。わかる。かっこラザール。事実情報か知らんけど。はい、ダメ。銅を使って、あの文っていうのを作る。なるほど。それは天才やな。はいはい。私の一人称はわらわである。おお、賢いね。どうぞ。ごめん、ごめん。違います。 I do not play the piano。 もうだけ出してるだけ出してる。もうかわ。もうこれだけ出させてくれ。はい。解明デンダガンド。
解明、あの、満足しました。満足。この問題の回答、天童よしみがテレビに出てんの。なるほど。久しぶりだ。あー、出てた。うわ、いいな、すごい惜しいわ、それ。あ、惜しかったな。天童って何やねん、その余裕。でも天童よしみっていうところが素晴らしいわ。あ、確かにな。これ出せた人、ちょっとコメント欄で欲しいな。俺は出せたで、俺は出せたで、生きてほしい、俺らに対して。はい。